エイリヒ・プリーブ家は、ナチス・ドイツの親衛隊隊員。第二次世界大戦中に、ローマ市民の虐殺を行った。最終階級は、親衛隊隊員。ブランデンブルク州のヘニヒスドルフ出身。1933年に、国家社会主義ドイツ労働者等に入党。1935年まで、ヨーロッパ各地のホテルで働いていた。1936年に、 ドイツへ帰国。ゲシュタポにイタリア語通訳として勤務するようになった。1941年2月からイタリアのドイツ大使館で働く。イタリア警察との間の連絡証拠となった。1944年3月23日、イタリア人のパルチザンにドイツの親衛隊員や警察官33名が殺害され、アドルフ・ヒトラーはその報復を命じた。 ローマの下タポ長官、ヘルベルト・カプラー親衛隊中佐は、急いで320名の銃殺リストを作成し、プリーブ家に部隊を任せて、銃殺を行わせた。この命令に基づきプリーブ家は、アルデアティネ洞窟において、イタリア一般市民335人を殺害した。この中に、ユダヤ人が70名以上はいた。ドイツの敗戦後、カプラーは逮捕されて、 終身刑判決が下ったが、プリーブ家は捕虜収容所から脱走してアルゼンチンへ逃亡していった。以降50年近くも自由人としてアルゼンチンで暮らしていた。しかし1994年になって ABC の報道を契機にアルゼンチン政府に逮捕され、1995年にイタリア政府に引き渡され裁判にかけられた。裁判ではあくまで命令に従っただけであると主張し、 最後まで、自責の念を示すことはなかった。1998年に、終身刑となったが、当時すでに85歳と高齢であり、体調不良であったことから、兵の中での抗菌はされず、弁護士を務めたパオロ・ジャキーニの自宅で刑期を過ごす、ことが許された。2013年7月29日に100歳を迎えたが、同年10月11日に、自宅で亡くなった。 バチカンもローマ市も葬儀を受け入れず、逃亡先だったアルゼンチン政府も遺体受け入れを拒んだため、教皇庁との関係がこじれている聖ピオ10世会で15日に葬儀が行われたが、極右団体と反ナチ団体が衝突する騒ぎになった。ABC、ナチス戦犯プリーブケ受刑者、ローマで死去100歳。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30012882013年10月12日閲覧。元なち先般、100歳で死去イコールローまで、大量虐殺意。時々 .com http://www.jiji.com コロンススララッッシシュュスラッシュ jc スラッシュ c 字イコール int30 レルイコール j7 k イコール2兆131億120万を2013年10月12日閲覧イタリアナチス戦犯葬儀でデモ隊と極右が衝突毎日新聞2013年10月16日ありがとうございます